こんばんは、白宮なつきです。今日は山陽電車伊保駅の紹介になります。よろしくお願いします。まず地理院地図のパートから入ります。後で実写の映像が流れます。概要欄にリンクがありますので、実写の映像だけご覧になるという方は飛んでいってください。あとチャンネル登録よろしくお願いします。さて、伊保駅なんですけども、設置されたのはですね、大正12年になります。山陽電車の前身である神戸姫路電気鉄道が開業と同時に今のうちに設置しました。で、実際ね、撮影しに、行った時に見た感想なんですけど、まあちょっと今言うと古いな、なんかちょっと汚いとは言わないんですけどね、ちょっと古いな、ちっちゃいなというね、駅なんですよ。まあそれでもね、この辺りの街の雰囲気にはなんとなくこんなんが合ってるかなと思いました。はい。で、昔の様子ちょっと見てみましょう、地図でね。今はね、ご覧のようにちょうど中心に駅があります。ここに川があるんですけど、この川の名前何だったかな、ホッケ三谷川かなんかなんですね。なんか変わった名前だなと思ったんですけど、で川が流れてまして、その川のね、すぐ近くに、この伊保駅があります。周囲は住宅地になってます。ここにあるのは伊保港ですね。はい。地図では東播磨港ともなってるのかな。よいしょ。そうですね。はい。まあ、港がありますと。で、遡ってみましょう。こちらが1984年から87年。こちらが1979年から83年。こちらが74年から78年。まあ、この川の近くのね、駅の近くは、まあ、昔から結構住宅地らしいんですが、この辺はもう畑ですね。ご覧のように、これが1961年から69年までの写真です。こんだけ住宅が増えたんだなと見ると、すごいですよね。なかなかね。はい。で、実際のね、映像で、ちょっと見てほしいなと思うのは、ちょうどね、このね、ホームの下のこの部分ね、桁下一旦 1.6 メーターの、高架があるんですよね。で、うわ、これ、えらいね、低い高架やなと思って、こう、ちょっと近づいてみたら、なかなかね、面白いものを見つけましたので、まあ、山陽電車といえばね、こんなのもあるのかなという気も今となってはするんですけど、実際ね、見つけた時にちょっと嬉しかったですね。わあ、こんな古いのあるんだと思ってね。まあ、駅の近くなんで、皆さんも行かれたらね、ちらっと見てみてください。桁下にずっといると、列車が通過した時はちょっと怖いかもしれませんね。はい。それではね、実際の映像をご覧ください。はい、それではね、実際の映像になります。目の前に見えるのがね、伊保駅の駅舎になります。まあ、駅舎というかホームですね。ちょうどね、私の反対側には結構これなんか写真写り映え良さそうな鉄橋がありますけど、鉄橋がありまして、川が流れています。この川何川でしたっけね、ちょっと忘れたんでテロップを入れときます。周りにはね、工場が広がっています。今は引き潮なのか、川の水位もね、かなり下がってるんで、結構ね、そこがはっきり見えているのと、橋の橋脚もね、はっきりとなんか見えてますね。まあ正直あまりいい匂いはしないかなと思います。それではね、駅にもう少し近づいてみることにしましょう。街
街並みが古い地域なのか、まっすぐとね、下道路がなくて、駅にね、素直に近づくことはできないですね。ちょうど、ここにね、やけに低い高架があります。なかなかですよね、桁下 1.6 メーターですよ。これ電車が通過した時にくぐったら結構怖いな。お、あらら、なかなか古いんですねこれ。川西機械製作所神戸、大正20年。へー、あ、なかなかいいものを見つけた気がしますね。まあ一応塗り替えはしてあるみたいですけど、ここは何なんだろう。よく大正時代のね、高架だったら日本でこういう製鉄技術がなかったんで、海外から橋脚とか鉄鋼を輸入してたっていう話もあるそうなんですけど、この橋はどうなんでしょうね。駅の北側は住宅地、南側も住宅地ですね。踏切が鳴りました。ちょっと行ってみましょうか。上り線の通過列車のようですね。列車が通過するときにちゃんとしなってましたね。なかなか面白いものが見えました。さて、もう少し近づきます。そちらから歩いてきましてね、ちょうどここがね、伊保駅の駅舎になります。自動改札のある無人駅になってますね。駅舎は昭和40年代に建て替えられたのかなと思いますので、まあまあそんなに汚くはないけどね、結構古いですよね。シャッターが閉まってますね。まあ窓口は一応作ってあるといった感じでしょうか。駅の前には喫茶店があって、現在もね営業中のようです。道がねかなり狭いんでね、この辺も昔は結構空いてたのかなと思います。この道は結構ね車通りもあるんですけど、あ、この道沿いにはいくつか店がありますね。まあでもこじんまりとした静かないいとこですねここで。こちらが今駅ですけど、この踏切が伊保踏切なんですけど、これの北側のね西側の北に貨物の線路があったそうですね。ちょっとはっきりとは残ってないんで、まあ、想像なんですけど、まあ、おそらくここかなというところに行ってみます。はい、こちらの駅から少し歩きましてね、この線路沿いの細い道を通っていくと、この裏手にね自転車置き場があるんですよ。でここはねちょうどこう扇形になってるんで、まあおそらくこの辺に貨物の線路がねいくつかあったのかなというふうに想像しました。まあこの辺もね結構土地は空いてるんですけど、畑なんでね、おそらく畑は昔から畑だったんじゃないかなと思うんで、まあ多分ですよ、この辺に線路があってこの辺にいくつか側線があったのかなと思っています。
それではね、駅舎に戻って駅に入ります。はい、それではね、駅舎に入ります。今回はワンデーチケットを利用しています。駅舎は古く感じるところですがね、自動改札機はしっかりあります。まあ、こういう小さい駅舎もね、私は好きですね。左手にはシャッターが閉まっているところが見えます。窓口ですね。構内踏切があります。明治方面と大阪方面のホームは構内踏切で連絡しています。ホームが結構古いのがね、まだ残ってますよね。この石積みがね、茶色くなって。でこちらがトイレですね。まあちょっと小さいなという感じですが、まあここは改装された雰囲気を感じましたね。ホームは対面式2面2線のホームです。かなりまあ広い方じゃないでしょうか。まあしかし屋根がね、まあこの真ん中部分しかないのでね、まあそんなにお客さんがいるような駅ではないと思うんで、まあこれで十分なのかなという気はしますが。こちらが時刻表です。神戸大阪方面の平日の時刻表、黒い数字が並んでいます。同じように休日の時刻表、こちらも黒い数字が並んでいますね。普通車のみの停車駅ということでしょうか。こちらがね、下駄下 1.6 メーターの橋脚の上から見たところになりますね。まあ、駅の北側はね、最初も言いましたけど住宅地になっています。ホームの先端まで来ました。振り返ってみると、まあ綺麗にまっすぐのねホームがありますね。それでは姫路方面のホームに行きます。まあ、こちらも同じようにね、屋根はちょっと短い感じで、このホームの下の古い部分はまあ昔からある部分で、この先にある空洞の部分はまあ延長された部分なんでしょうね。ホームの有効長は4両編成といったところでしょうか。駅の南側部分も住宅地になっています。結構入り込んだ道路のね、真ん中に駅があるというような感じを感じました。こちらが時刻表です。姫路方面の時刻表、まあこちらも平日休日ともにね、黒い数字が並んでいる。ああ違うわ、ここは S 特急止まりますね。姫路方面は平日土休日ともに夜は S 特急が停車するようです。それではね、山陽電車伊保駅の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。
が正面